いやなんかゾックのこと知ってる人はね、出ちゃうの、いやそう分かる人分かるでしょ、自殺者出ちゃうよ、うん、ゾックのメンバーから。そうそうそう、だから路線、王道路線に行った方がいい。だってけ俺はあと言うのはさ、福田かのんちゃんってさ、ゾックのね福田かのんちゃん今いるじゃん、マロ、うん、福田かのんちゃんって俺結構ね昔からさ、あのさ俺仲いいんだけどさ、仲いいっていうか、あの福田かのんちゃんってあの昔から新生かまちゃんのこと大好きでライブ来てもらったりしててさ、やっぱ福田かのんちゃんってさめちゃめちゃ歌うまいじゃん。そうスマイレージ、そうスマイレージのライブも行ったんだよ、剣さんと一緒に昔。そんぐらい、そう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 、結構前々から俺福田かのんちゃんとはさ、そう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 、な仲は、ね、よくてファンよね。そうそうそう、のこさん目どうしたのってないか、泣いたからこんなになってんで、さすが剣、そう剣さんとスマイレージのライブも行ったんだよ俺、うん、だからそのまあそれは それはいいとして、そうだからめっちゃ歌めっちゃうまいんだよ、ハロプロ上がりであの子、うん、だから結構だから福田かのんちゃんっていうところのそういうね、まあそういう福田かのんちゃんを生かしたような路線で俺は行けばいいんじゃないかなとは思ったな、単純にゾックは、新しいゾックは、うん、いや福田かのんちゃん本当にマジでレベル違う、可愛いしね、可愛い、まあみんな可愛いけどさ、うん、ゾックみんな可愛いけど、うん、そうそうそう、可愛いし歌うまいし、あのダンスとかもさすごいしさね、ダンスとかもすごいし、うん、歌で行くのっていうか、なんかまあまあざっくり言うと、ざっくり言うとあのまあまあこれね、ざっくり言うとあの要するに昔はさ、あのかなのちゃんとかさ、カティとかいた時期っていうのはさ、結構炎上炎上だったじゃん、炎上でさ、ゾックは炎上でさね、結構そんなニュースばっかだったじゃんね、炎上だけの。でも今だから路線変更して、もうそういった王道のニュースをさね、そう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 、王道のニュースをさちゃんとやって、そうそうそう、路線変更した方がいいよって、じゃないとやっぱさっきも言ったように自殺者出ちゃう、いつか、うん、ユリニャとか入ったらやばそう、そう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 